い、皆さんこんにちは、ワナリルビーです。では今回はルパン三世パンドラの遺産、こちらを新しくプレイしていきたいと思います。ファミコンのアクションゲーム、シューティングゲームといったね、内容になっています。でルパンはですね、少し前にカリオストロの城再開というプレイステーションのアドベンチャーゲームをプレイしたんですけども、その時にですね、視聴者の方からカリオストロの城関連ではパンドラの遺産っていうファミコンのゲームありますよとご紹介いただいたので、今回早速、そのねパンドラの箱にチャレンジをしていきたいと思っています。内容としてはですね、ルパン、次元、ゴエモン、おなじみのこの3人を使ってステージ4つあるのをクリアしていくという内容です。フジコちゃんとかですね、ゼニガタのとっさんなんかも登場してくるんですけども、まあ、具体的なですねプレイの方法とかシステムとかについてはですね、この後プレイしながら、皆さんにねお伝えできればいいかなというふうに思っていますので、ぜひ皆さんもね楽しみに見ていただければ嬉しいなと思います。また攻略に関してですね、いいアイデアとか あればですね、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速プレイの方を始めていきましょう。プレイヤーはですね、この3人、ルパン、次元、ゴエモンの中から1人選びます。で、途中で交代することもできますので、まずはじゃあルパンからですね、使ってプレイしていきましょう。こんな感じですね。まあ、オーソドックスなファミコンにありがちな横スクロールタイプのゲームですね。アイテムなんかも転がってますので、アイテム取っていきます。今取ったアイテムはですね、まあ、防弾チョッキみたいなもんですね。一発食らっても、死にませんというアイテムです。ルパンはですね、この防弾チョッキを含めいろんなアイテム使えるんですけども、次元とゴエモンはアイテム使えないので、まあ、その点もね、違うキャラクターごとの個性と言えるのかなと思いますと言っているところでいきなり食らってしまいましたけど、防弾チョッキアイテム取ったんで、まあ、死なずに済んだというところですね。また防弾チョッキ手に入れましたけど、基本的にはですね、一発食らったら死にますので、まあ、防弾チョッキをできるだけ、貯めておくっていうのがね、重要になってくるのかなと思います。今手に入れたのが爆弾です。この爆弾はですね、今いる敵を撃破できるっていうね、今使いましたけど、こういうアイテムになります。で、これトランシーバー、今手に入れたんですけど、トランシーバー持ってるとですね、トランシーバーでプレイヤーを交換できるんですね。じゃあ、次はゴエモン使ってみましょうか。ゴエモンはですね、斬鉄剣ですね。斬鉄剣を使って戦う感じです。斬鉄剣はね、強いんですけど、飛び道具じゃないので、ちょっと怖さはありますね。あとは、アイテムがルパンのようには使えないので、例えば、落ちたりしたら、風船で上がってくることもできないですし、まあ、その他いろいろ、防弾チョッキなんかもね、使えなかったりしますんで、まあ、いろんなところで、違うプレイフィールになってくるかな、というふうには思います。で、ここまで来たら、次のね、ステージに上がっていきましょう。その前にちょっとアイテムだけ回収します。お、なんか上がってきたな、影が。ジョドーの手下の影。カリオストロ公国でね、出てきた敵キャラですね。では、これで中に入っていきましょう。そうすると、ステージが変わります。このステージの作りとかって、ミッキーマウス不思議のダンジョンだったかな？そういうゲームにちょっと似てるかなって、ちょっと個人的には思うんですけど、皆さんどうですかね？どっかで、ちょっとじゃあ次は、次元を使っていきましょうか。あ、ちょうど、ゴエモンがやられてしまったので、次元に切り替えます。次元はですね、ルパンと同じように拳銃使うんですけども、ルパンはアイテムをいろいろ使えるっていうね、強みあるんですけど、次元、そのアイテムが使えない代わりにですね、この、拳銃のスキルが高くて、まず3連発できるっていうのと、ルパンの場合だと、全然弾が届かないんですけど、次元の場合だと、
画面の端まで届くんですね。そして、ジョドウだな。この屋敷では捕まえた賊は塀の中で閉じ込めておくのですと。ジョドウはね、ネズミって呼んでましたよね、ルパンたちのことを。で、今、捕まえた賊どもは部屋に監禁するって言ってましたけど、今入ったこの部屋とかにですね、まあ、さっきで言えば、ゴエモンがやられてしまったと思うんですけど、ゴエモンとかがですね、監禁されてたりするので、まあ、そういうゴエモンとかを助ければまた使えるキャラクターとして蘇っていきます。多分できるだけね、探していければいいかな、というふうには思いますね。で、攻略はですね、結構難しく感じてます。なので、ちょっと皆さんから、ぜひぜひアドバイスが欲しいなと思ってるんですけど、慎重に行くのが、やっぱりいいかなと思うんですけど、慎重に行きすぎるとですね、タイム制限があって、ある一定の時間を過ぎると、銭形のとっさんが出てきてですね、強制的に連行されるっていうね。で、連行されてしまった場合は、もう二度と戻ってこないキャラになるので、ちょっとそこだけはね、慎重になりつつも時に大胆にというか、しっかり、時間もね、マネジメントしていく必要があるかな、というふうには思ってます。でね、敵もやっぱりちゃんと強くなってきて、今みたいに防御してきたり、鎧着てて効かなかったりとかっていうのがあるので、その辺もね、しっかり、楽しめる要素になってると思います。あとはアイテムですよね。まあ、まさにルパンっぽいなって思うのは、そのアイテムの使い方とかね、種類とかね、そういったところは本当にルパンならではの楽しいところかなと思います。あとルパンはですね、ジャンプしながら拳銃が撃てないですね。次元は今ジャンプしながら拳銃撃ったと思うんですけど、そういうところでもキャラクターごとに個性がちゃんとついてるんで、楽しみの幅はファミコンでかなり広いかなというふうには感じています。で、この謎のキャラクター、藤子ちゃんかなと思ったらね、藤子ちゃんじゃない。そして、髭を伸ばして不潔と言われる次元も、またちょっと微妙ですけど、僕ね、髭がむちゃくちゃ薄いんで、逆にね、髭伸ばしたりするのにすっごい憧れるんですよね。もうほとんど髭らしい髭がないので。この次元みたいな髭は多分一生かかっても手に入んないんじゃないかなと思います。ゴエモンやっぱり救い出したいな。ちょっとゴエモンが次元もやられた。これはまずいぞ。ちょっとどっかで早めに助け出さないと。こういうことが起きるんですよ。ルパンはね、距離がちょっと保てないっていうのがあるんで。怖いですよ、本当に。ルパン一人で行くのは怖いな。できれば次元とゴエモンを助け出したい。これ藤子ちゃんじゃなさそうなんですよね。で、ここから先はメガネ使った方がいいよって言ってるので、せっかくなんでじゃあゴーグル使いましょう。正直このゴーグルで何が変わったかよくわからないままゴーグルを使ってるんですけど、入るとしかもね、ゴーグルが取れちゃうんですよね。それもまたね、ちょっと微妙だなっていう感じがするんですけど。ここはアイテムを回収していきます。ゴーグル取れましたね、またね。あとこのライフルみたいなのも手に入れることができるので、必要に応じて使っていくといいかなと思います。まあ、今は何と言っても、救出だな。救出。アイテムか。ちょっとやっぱり救出したいですよね。で、ルビーがあるとね、キャラクターのコメントが変わってアドバイスをくれたりしますね。ちょっとここは慎重な上にも慎重に進んで。おっと、この、ね、上からの落下物もね、結構危険なんですよね。ちょっと一旦中に入って避難だな。おっと、やられた。まずい。
ました。ゲームオーバーだ。ちょっとここまで戻ってきまーす。その言う直前にあっさりやられてしまったので、ちょっともう一回戻ってきまーす。はい、ここまで戻ってきましたので、ここでですね、五右衛門から次元に変えてボス戦に入りたいと思います。もうここね、連打してれば勝てますね。一面のボスは。ちょっと長く投げてくる、火炎瓶みたいなの投げてくるんですけど。これ、ルパンだと届かないし、五右衛門だと近づかなきゃいけないので厳しいんですけど、次元だとね、この端っこからずっと連打してれば、こうやって倒せます。これが、クラリスをさらった実行犯、ハルクですね。ただハルクは、チャイナのキムに頼まれただけだというふうに言っているというところです。では、今回はね、ちょっとここまでさせていただいて、次回ですね、第2ステージの方をプレイしていきたいと思います。